1番人気は1番日本の誇り銀シャリボー、2番人気アメリカ最強馬ハリウッドリムジン、イギリスのジラコも注目されています。全馬ゲートイン体制完了。スタートしました世界最強決戦。まず飛び出したのは1番人気無敗の三冠馬、1番銀シャリボーイ松岡雅美、続いて3番直線番長張り出した縦髪がリーゼント、さらにフランス最強牝馬2番ピンクフェロモン女性が乗っています。中央1位アメリカからの刺客4番ハリウッドリムジン2人乗り、2馬身離れて6番サバンナストライプはシマウマ、その後ろ5番バーニングビーフ、これは馬なのか。やや首が長いサラブレッドが7番ジラフ、大きく遅れて最後尾8番ハリボテーレジー、ちょっとグラグラしている。さあ混戦模様のジャパンワールドカップ各馬第3コーナーを回っていきますと、ここでハリボテ壊れた、さようなら。大欅を抜けて最終コーナーへと流れ込んでいく。先頭依然銀シャリボーイ日本、内からピンクフェロモンも上がってきている。さあ最終コーナー、先頭は2番ピンクフェロモン、その後ろ4番ハリウッドリムジンがじりじり来ている。その内側6番サバンナストライプの上で3コンが折りたたみ体操、1番銀シャリボーイは外に膨らんでいる。残り400、ハリウッドリムジンが詰めてきたぞ、逃げるピンクフェロモン、外から1番人気松岡の銀シャリボーイ上がってきた、そして折りたたみ式のサバンナストライプ、よだれのバーニングビーフ、首のジラフと続いていきます。ピンクフェロモン逃げている逃げている、とったった日本銀シャリ、ここで立ちました。なんだ後ろからバリバリと破れるような音、直線番長参上、うねうねと我が物顔でローリング、フェロモンとリムジンの間狭い路地に全速力でぶっ込んでいく、そこんとこよろしく直線番長。揺れるロケット薫る苦労しい6連ホーンの調べ確定しました。1着は3番直線番長、2着にはハリウッドリムジンが入りました。シネマ競馬でした。またお会いしましょう。そこんとこよろしく。